タマンサの世界の旅員マダガスカル、こんにちは。みんな、今日はとっても特別なお話があるよ。それはタマンサの世界の旅の時間です。今回の旅の舞台は、すごくユニークで魅力いっぱいの国、マダガスカルだよ。舞台は遠く離れた、美しい島国マダガスカル。ここにはタマンサという好奇心いっぱいのウサギが、ある日不思議な地図を見つけたんだ。地図を手にマダガスカルってどんなところだろうを、とワクワクしながら旅の準備を始めたよ。マダガスカルに到着したタマンサは真っ先に美しいビーチを訪れたよ。キラキラと輝く青い海には色とりどりの魚が泳いでいて、タマンサは大興奮。次にタマンサはマダガスカルでしか会えない珍しい動物たちに会いに行ったんだ。なんとフクロウのような目をしたレムールやカラフルなカメレオンに出会ったよ。タマンサはすごいね、こんな不思議な動物たちがいるなんて、と感動の声を上げたんだ。そして旅の途中でタマンサはマダガスカルの美味しい果物を味わったよ。ジューシーなマンゴーや甘いバナナ。そこで地元の子供たちともお友達になって、一緒に果物を食べながら楽しい時間を過ごしたんだ。タマンサのマダガスカル旅行はもうすぐ終わり。でもタマンサはマダガスカルの美しい海、珍しい動物、美味しい果物とお友達になれて本当に幸せだったなと心から思ったんだ。家に帰ってタマンサは旅の思い出を地図に記録しながら、次はどこの国に行こうかなと次の冒険を夢見ていたよ。みんな、マダガスカルの旅はどうだった？美しい自然とたくさんの不思議な経験、楽しい出会いがあったね。タマンサと一緒にまた別の国を探検しようね。このチャンネルでは大人気タマンサの世界の旅シリーズをはじめ、子供の成長に役立つ絵本を毎日配信中。タマンサとお友達になって楽しくお勉強しようね。そしてまだチャンネル登録してないお友達はすぐに登録、いいねでタマンサを応援しよう。またね。